皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー元気に楽しくやっていくる。今回は注目の難しいから遊んでみたいと思います。 0.00% を目指しましたカノンさん。ただクリア者はもう 5回クリアされてるようですね。クリア率 1.3%。 私が挑戦してクリア率はもっと上げてやりましょう。はっ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 は。これはとりあえず右にダッシュするしかない感じで、スピンジャンプしてからの、これはなるほどね。ここまでファイヤーで来ないといけないのかな。ファイヤーで来なくてもなんかゴリ押しはできそうな気もしなくもないけども、さてどうするか、さてどうすればいいかな。これでいいのかな。ここまでボム兵だけ踏んで戻ることもできそうな気もするんだけど、さすがにチビマリオじゃ無理だね。はっ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 は。これどうすればいいんでしょう。本当にちょっと想像がつかないんだけども、戻っても何もないよね。何もないね。当たっちゃうし、なんか強引にすり抜ける術とかがあるんでしょうかね、もしかしたら。よし、いけたいけたいけた。ボム兵だけ踏んで戻れました。あとは爆発に巻き込まれなければ OK よ。これはクリア率上げましたよね、多分。イエス。なんとかクリアすることできました。クリア率 0.00%。 お、目指したコースいいねします。では次のコース遊んでいきましょう。はい、それでは次はこちらのコース遊んでみましょうか。頑張って竹野心さん、56分の1、 1.78%。 なかなかの難易度になっているようです。さてさてさて、下の方にクッパがサムネで見えましたよね。下に落ちちゃってもいいのかな。落ちない方がいいんだろうけど、なんだこれは。どうすればいいんだ。どうすればいい。てかなんかマイクの音が変な気がするんだけど、ちゃんと大丈夫かな。それが心配ですが、ものすごく。よいしょ、あそこ、あ、こんなところに道があった。さてさてさて、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 何数えてるのか自分でも分かっていませんよ。ここどうすればいいかな。あ、スター発見。そういう系ね。了解了解。下あったらもう楽勝じゃないですか。まあこれで決めてやりましょうかね。はいはい、皆さんは最近何か楽しいことありましたか。私は最近はちょっと疲れてあまり楽しいことがないんですけれども、皆様にせめて楽しい動画をお届けできればいいかなと思っております。よし、ゴール。ふふ。頑張って竹野心さんのコースでクリアしました。ありがとうございました。はい、それでは今日のラストはこちらのコース遊んでみたいと思います。 P or die ということで、お名前テフィーさんって読むんでしょうかね。はい、こちらのコースですね。すいません、遊んでいきたいと思います。クリア率は 3.53%。 さてどんなコースになっているんでしょうか。楽しみです。
多分 P スイッチの効果が切れるまでにどんどん次のスイッチを踏んでいけ系のコースだと思うんだけど、まだ余裕があるんでこのスイッチはちょっと持っていっちゃって、ここで踏もうと思ったらうまく踏めなかった。でもこれで良さそうかな。ここはくぐるで大ジャンプ、いい感じかな。でここに投げちゃって、ここで踏んだ方がちょっとだけ時間的な余裕はできると思うんで、あ、しまった、あぶねえ。よかった、さっきの持ってきておいて。ここで扉にお邪魔してからの階段を登って、 P スイッチはまだない、間に合え。扉入ってすぐないとこれ切れるぞ。あぶねえ、あぶねえけどこれ押せるかな。あ、あ、いけるいける、ほい、あーダメだった。横着せず P ジャンすればよかったですかね。まあでもできるだけスイッチは先まで持っていった方がやっぱり良さそうっていうことが分かった。ここで投げて踏んで、あお、間に合わなかった。絶妙な難易度でやってて面白いですね。多少余裕はあるんだけど、やっぱりギリギリでもあるっていう、うまく表現できないけど、ここで踏んでこう来て、ここで踏んで、これでだいぶ余裕できてるはず。よいしょ、さっきの P スイッチ次か。これはもう踏んじゃおう、あ、踏んじゃおう。ドッスンさんを通して、本当はドッスンに踏ませたいんだけど、うまくいけるかな。これも押しておくしかないな、今タイミングだと。右上に見えたけど、あそこまで間に合うかな。急げ急げ急げ、あぶねー、ギリギリセーフ、半分アウトだったけど、あ、これ頑張れる。でも頑張ろうとした今その卑しい一瞬で時間が切れてしまいそうな。おー、ギリギリセーフ、よかった。イエス。はい、なんとか3コースで今日も無事にクリアすることができました。 P お話題ありがとうございました。では今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。